こんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、最近の購入品を紹介していこうかなっていうふうに思います。海外の通販で買ったものっていう縛りで紹介していこうかなって思います。結構私海外の通販でお買い物すること多くて、なんかインスタとかで見つけたブランドだったりとか結構買うことが多いんですけど、なので通販の購入品にはなるんですが、最近いろんなブランドでお買い物をしたので、それを一気にドンと紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでまずですね、セリックっていうブランドで買ったものを紹介していこうと思います。このセリックっていうブランドは韓国発かなのブランドなんですけど、結構その韓国外の外国の方とかも着てたりとかしていて、すごくデザインが変わったものだったりとか、シンプルなんだけどちょっと一癖あったりとか、なんかそういうお洋服が多くて、結構私も好きなブランドさんです。前韓国に行った時にもビジュアルエイド、私がよく行く韓国のセレクトショップがあるんですけど、そこでもセレクトされていたものがあって、前にもなんか白っぽいカーゴパンツをゲットしたりとかもしたんですが、今回は通販で気になったものをゲットしてみました。まず1着目が今着ているこちらのトップスでございます。なんかこのトップス結構私はフォローしてる海外のインフルエンサーさんとかで着てる方が多くて、見かけることがとても多かったトップスなんですけど、すごい可愛いなと思っていて頼んでみました。首元とこの裾の部分がリブになっていて、若干こうスウェットっぽいデザインというかのトップスかなと思うんですけど、生地感はすごい軽くて夏でも着れそうな生地感になっています。これは空張りがブラックとホワイトとグレーがあったんですけど、私今回はホワイトにしたんですが、グレーもねめっちゃ可愛いんですよ。グレーもすごい迷ったんですけど、私は本当に汗かきなのでグレーとかも夏は着てられないので、今回ホワイトを頼んでみたんですが、すごい可愛くて気に入ってます。切り替えも入っていたりとかして、でまあ一番特徴的なのはこの形かなと思うんですけど、まあ、これ普通にこうまっすぐ着ることももちろんできるトップスではあるんですが、このままだとちょっとまあ普通な感じっていうか、ベーシックなトップスかなっていう感じなんですが、これをちょっと片方肩をオフショルダーにしてあげることで、ちょっとこう変わったような、着崩してあげて雰囲気が変わるようなトップスになってます。一応首元がリブで伸びるので、両方こうやって落とすこともできなくはないんですけど、でもちょっと伸びるのが心配なので、私はこういう感じで片方だけ落として着ようかなって思ってます。このトップスは裾にかけてちょっと絞られていくような形にはなっているんですけど、そこまでギュッて絞られてるっていうわけではないので、全体的にこの袖の部分とかも全体的にちょっとゆとりのあるような、ゆったり着れるようなトップスになってます。袖のところもちょっと丸みを帯びた感じのパフスリーブっぽいデザインになったりとかして、形が可愛いなって私は思いました。ホワイトなんですけど、透け感もそこまで気にならないかなっていう感じですね。あんまりこう薄っぺない感じの素材ではないので、夏仕様ではあるけど割としっかりめな生地になっているかなと思うので、透け感もそこまで気にならずに着られるトップスです。本当に結構ホワイトっていう感じのホワイトなので、オールホワイトとかでまとめて着てあげても可愛いかなと思います。そして続いて2着目がじゃじゃん、こちらのパンツをゲットしました。カーキのねロングパンツなんですけど、ちょっとフレアになった感じのパンツになっていて、フロントのポケットが結構大きめで立体的になっているので、形的にはまあ普通にシンプルなフレアパンツかなっていう感じなんですけど、ちょっと立体になっていたりとかすることでポイントになるし、あとウエストの部分もね結構ゴムが広めに作られていて、ここも可愛いですよね。ゴムと紐がついているタイプなのですごい楽に履けるし、なんかウエストの位置とかも調節しやすいかなって思います。最近は結構ローライズな気分なので、私もこれもねローで履きたいなっていう風には思ってます。このトップスとかと合わせてあげても絶対可愛いし、何よりもこういった楽なパンツって本当に大好きなんですよ。もう着心地もいいし、サッて履けるし、でなおかつ可愛いし、でこのパンツもそうですけど、ちょっとこう綺麗めなシルエットになっているので、ラフな素材感だったりデザインのものなんですけど、ダルギっぽくなりすぎずに着られるパンツかなと思います。でここにもこんな感じでシリコンのタグがついています。で後ろのねディティールもちょっと可愛くて、こんな感じでお尻のところが三角に切り替えられてたりとかして、ここも可愛いなって思いました。では続きまして、ニブグスっていうところでゲットしたものを紹介しようかなと思います。このブランドも韓国のブランドなんですけど、すごいねデザインがめっちゃ可愛いんですよ。このブランドはハイラとかも衣装で着用してたりとか、アイレットのヘアバンド
とかも結構有名なアイテムかなって思うんですが、今回私ゲットしたの2つあるんですけど、まず1着目じゃじゃん、こちらのトップスをゲットいたしました。こんな感じでわかるかな、ブラックとかちょっと見えづらいかもしれないんですが、こういった感じでこのドローコードっていうのかながめちゃくちゃブワーってついてて、これがね結構このブランドはなんだろう、シグネチャー的なデザインのものかなと思うんですが、これとかもすごい可愛いんですけど、こういう感じのものがあったり、そうこういうねなんか結構紐で遊ぶというか、これ色違いか、そうこういうアイテムが多くてすごい可愛いなと思ってこちらのトップスを買ったんですけど、これねすごい形も綺麗で結構ボディラインも綺麗に見えて漏れます。スタイルがフロントジップタイプのタンクトップのフード付きのトップスなんですけど、この下のリブの部分はチャックがないので、まあ、おへそが見えるぐらいかなの位置までチャックがあるっていう感じです。で後ろにもこの感じでリブには切り込みが入っていて、ここもすごい可愛いですよね。デザインがフード付きのタンクトップ結構好きなんですよね。なんかタンクトップなのにフードが付いているっていうこの不思議なバランスっていうかそうこれがすごい好きで、このトップスも結構気に入ってます。ちなみにこのコードはフードのところに一周ぐるりっていう感じでブワーって入ってて、フードからのコードが出てるっていうデザインなんですけど、やっぱこのコードがあることでよりこう特徴的なお洋服になるので、ちょっとなんか一癖ある感じが私はとてもタイプなお洋服です。では続いて2つ目がじゃん、こちらのバッグをゲットいたしました。これも超可愛くないですか。しかも最近私あの前動画にも話したと思うんですけど、ストライプとドットがめちゃくちゃ気になっている柄で、このストライプっていうのもあり、で、まあ、このデザインもすごい可愛くて、これも一目惚れでゲットしたバッグです。生地はとても柔らかい生地感で、サイズが確かね2つぐらいあって、この私が今回ゲットしたのは大きいタイプ、大きい方のサイズのバッグなんですけど、ちっちゃいものもありました。大きい方はこういった感じでなんか斜め掛けもできるぐらいのサイズ感になってます。これにもこういった感じでこの紐がブワーっていっぱいついている、とっても可愛いバッグです。バッグも結構大きめなので中もすごいたくさん入るようになってます。ちなみに中になんか仕切りだったりポケットとかはないので、ちょっとまあ荷物がごちゃごちゃってなりやすいかなとは思うんですけど、本当に他では見ないようなデザインのものだったので一目惚れでゲットしたバッグでございます。これもいろんなカラーがあってねすごい迷ったんですけど、私はこのライトグレーとチャコールかなのグレーのものを選びました。では続きましてブロンディータでゲットしたものを紹介していきたいと思います。ここのブランドは LA のブランドなんですけど、すごいここも可愛いんですよ。デザインがすごくなんか独自のデザイン性というか、あんまり他では見ないような感じのものだったりとか、形とかもすごい変わった感じでとても可愛くて、ここも最近結構私気になっているブランドなんですけど、ここでは2つゲットしました。まず1着目がじゃじゃん、こちらのトップスでございます。私が最近もう虜になっているドットのトップスなんですけど、で何このトップスみたいな感じじゃないですか。まずここで私届いた時にえっていうなんか想像と違いすぎて、これどうやって着るのみたいな風に思ったんですけど、裏にこういった感じでベルトっていうか紐が通せるようになっていて、もうさらに意味不明で何これみたいな、うわ失敗したかもって思ったんですけど、ちゃんとインスタとかにハウトゥーというか着方が載っているので、それを見てあなるほどこうやって着るんだってなって、着てみたらすごい可愛くて買ってよかったって思ったアイテムなんですけど、まあ簡単にやりますけど、こういう感じで巻きつけて着るっていう、首に巻きつけて着るタイプのトップスになっていて、私こういうホルターネックというかこういうデザインのお洋服めちゃくちゃ好きなんですけど、なんでかっていうとなんか本当に体のラインがすごい綺麗に見える気がするんですよね、ホルターネックって。だからすごい好きなトップスなんですけど、まあ、ホルターっぽいデザインではあるんですが、本当に他にはない着方というかデザインでとっても気に入っているトップスです。ちなみにこのバスト下あたりからこういった感じでシャーリングギャザーゴムが入っていて、こうクシュクシュっとなったデザインになっていて、
結構体にフィットもしてくれるので、すごくラインが本当に綺麗に見えるトップスです。こういったトップスとかって結構背中ががっつり開いてたりとかするものも多いかなと思うんですけど、このトップスはそこまでがっつり開いてるっていうわけでもないので、普通に下着もね、こうバンズータイプというかブラトップを着ることもできるから、そこもいいなって思ったし、生地もね結構しっかりしてます。何回かこれ洗っているのでちょっと柔らかくはなってきたんですけど、本当に届いた時はもうパリパリぐらいの硬さがあったので、何度か洗って着てあげるのがおすすめです。このトップスはね、結構インスタでも質問が来てたトップスなので、ぜひ見てみてください。ちなみに私が購入した時はなんか予約販売みたいな感じだったかな、予約販売ではないのかな、でもちょっとこう納期が遅いみたいな、何月何日から発送開始ですよみたいな感じだったので、割と時間はかかったんですけど、今はもうどうだろう、すぐ届いたりするのかな。通常のだから届くまでの時間とかっていうのがあんまりわからないんですけど、お値段もそんなにめちゃくちゃ高いっていうわけではないかなっていうふうにも思うので、このなんかデザイン性を考えると、だからぜひチェックしてみてください。でもう一着あるんですけど、2着目がじゃじゃん、こちらのスカートでございます。そう、さっきのねトップスとセットアップで着れるこのバルーンスカートなんですけど、インパンがついているタイプのバルーンスカートになってはいるんですが、結構ほんとね短いこれは本当に短かった、思ったよりもローで履くようなバルーンスカートにはなっているんですけど、ローで履いたとしても結構まあお尻がもう見えちゃうんじゃないかっていうぐらい割と短めなスカートです。なので私あんまりちょっと普段は着れてはいないんですが、なんかちょっとまあパーティーだったりとか、そういう特別な時とかに着たいなとは思っています。あとはまあ海外旅行行った時とかね、あんまりこう周りも気にしないみたいな環境じゃないとちょっと着るのは難しいかなと思ったんですが、まあ、あとはまあレイヤーとかしたりとかして着ていこうかなっていう風には思ってます。まあ、でもやっぱこういったスカートって短ければ短いほど可愛いというか、まあ、バランスよく見えるし、足も割とまあ長く、こうあんまり重たくならずに履けるので、この短さが可愛いっていうのもあるんですけど、ちなみにこれにはこんな感じで紐もついてきました。ウエストにね縛ってリボンを作れるベルトなんですけど、これ別々になっているので取り外しが可能なんですが、これもね全く同じ生地で作られているので、結構生地感はしっかりしたスカートになっております。続きまして、これもちょっと見方があやふやなんですけど、ルチアサフディ、ルチアサフダイ、セイフダイ、サフディ、ちょっとわからないんですが、でゲットしたものを紹介していきます。このブランドはイギリスかなのブランドなんですけど、ここも割とさっきのブロンディータとちょっと似たような感じで、まあ、なんかドットだったりとかストライプだったりとか、結構柄物も多かったり、ここも全体的にはやっぱりそう Y2K っぽいような感じのブランドになっているかなっていう感じです。ここもねすごいデザイン可愛いですし、注目しているブランドさんなんですけど、ここでは2つゲットしました。まず1着目がじゃじゃん、こちらでございます。なんかで前にも話していたかなとは思うんですが、このねボーダーストライプですね、これもの、ホルターネックタイプのボディースーツを買いました。このストライプはもちろんなんですが、形も可愛いし、フロントのねボタンがすごい私的には気に入っていて、とても可愛くないですか、このボタン。ボタンもね最近ちょっと気になっているアイテムで、結構もうジャラッとつけられたようなデザインのお洋服とかも気になっているんですけど、そういったところが気に入ってゲットしたトップスです。で、私これサイズ感がよくわからなくて M サイズを買っちゃったんですけど、ちょっと大きかったかなっていう気がしてます。 S でもよかったかなっていう風に思ってるトップスです。ボディースーツだから S だとちょっとこの長さが足りないかなと思って M にしちゃったんですけど、 S でも全然良かったかなっていう気がしました。ちなみにこの裾の部分にこういった感じでこのブランドロゴのバッジがついてて、ここもすごい可愛いなって思いました。結構このトップスは伸びる素材感で作られているので着心地も良くって、アイスブルーとブラックのストライプっていうのが結構個人的には気に入っているポイントです。そして続いて2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。これはねもうすでに何回か YouTube でも出てきているかなというふうに思うんですが、ヘアバンドもゲットしました。さっきのねトップスと同じ生地
同じカラーリングのストライプのヘアバンドです。ヘアバンドも結構私好きでよくつけたりとかするんですけど、今まで無地のものしか持っていなくって、今ストライプがトレンドっていうのでこれが目に留まりまして、でちょっと最初は不安もあったんですけど大丈夫かなっていう、でも使ってみると意外と可愛くて、これも気に入っているアイテムです。コーディネートがちょっとシンプルになっちゃったなっていう時とか、1個足すだけでポイントになってくれるので、これも買ってよかったなと思ってます。では続いてノーシンガールズっていうところでゲットしたものを紹介していこうと思います。このブランドはカナダのブランドかなと思います。多分このノーシンガールっていうところはすごくインスタとか見てるとめちゃくちゃスタイリングが可愛いのと、あと一つ一つのお洋服の形だったりとかもすごい可愛いものが多くて、そこにね結構惹かれたブランドさんなんですけど、ここでは一つゲットしました。じゃじゃん、こちらのトップスでございます。これはね真ん中にノーシンガールっていう感じでバッとロゴが入っていますが、ワッフル生地のちょっと凹凸感のある素材感のトップスになっているんですけど、これね形がめちゃくちゃ可愛いんですよね。着てみるともっと可愛いんですけど、ショルダーのところは割とこう張ったような感じのフレンチスリーブっぽい感じかなのトップスにはなっているんですが、その下がキューってなってて、結構本当にボディラインをしっかりと出してくれるトップスになってます。なのですごく肩がもう張ってるっていうのもあるので結構くびれて見えるし、割とこのトップスは丈感がね長めになっているんですけど、ちょっとこうまあクシュクシュっと上げて着てあげても可愛いですし、ミニのショートパンツとか合わせてあげてちょっと長めにしてあげてチュニックっぽい感じで着たりとかしても可愛いトップスです。デザイン的には割とシンプルな感じで、胸元にバーンとロゴが入ってるだけなんですけど、形だったりこの生地もそうだし、なんかちょっと着るだけでおしゃれに見えるトップスになってます。何でも合わせやすいですし、このトップスは結構着てますね、届いてからも。ちょっとね洗濯した時かな、ここが糸がねほつれちゃって、ここ1個それがすごいショックなんですけど、でもなんかそれもそれで味かなみたいなちょっとこう袖の部分だったりとか裾の部分だったりとか、なんかちょっとこうしっかり綺麗に始末してない感じもあったりするので、なんかまあこれもこれで一つの味として可愛いかなと思って着てます。続いてラストなんですけど、ラストが私バイまでゲットしたんですけど、まあ一応海外のブランドということで紹介しようかなって思うんですが、これがね本当にもう夢のような購入品になっております。じゃじゃん、こちらのイザベル・マランのベケットっていうスニーカーでございます。このウェッジソールのスニーカーなんですけど、この形というかめちゃくちゃ懐かしくないですか。2010年に発売されたこのベケットっていうスニーカーなんですけど、結構その当時もいろんなセレブの方たちが履いたりとかしてて、すごい人気だったスニーカーらしくって、まあアイコンシューズというか的なシューズなんですけど、まあその当時はねさすがに私あのこのスニーカーは知らなかったんですけど、最近ピンタレストを見ていてこのスニーカーを履いてる方がめちゃくちゃ多くて、すごく懐かしさはあるんだけど、逆になんか今見るとすごい新鮮でとっても可愛いなと思って、でこのデザインもさマジックテープなんですけど、結構がっつりこの前3つかなマジックテープついてて、であとこのタンの中にもこういった感じでマジックテープがついているっていう、これはもうちょっとどうしても欲しいと思って探してたんですけど、なかなかこの形が見つけられず、新しいタイプが出たりとかもしていて、それもまあ可愛いんですけど、私的にはこの形がすごい気になっていて可愛いなと思ったので、いろいろ探していたらバイマに出品されててゲットしました。めちゃくちゃ気に入ってる。これは割ともう届きたてなので特に今熱が高い購入品なんですが、もう超可愛い、本当に本当に可愛い。なんかハイソックスとか合わせても可愛いし、ショートパンツだったりとか、あとはまあ逆にダボっとしたパンツをちょっとこうかぶせる感じでクシュッとさせて履いてあげるのも可愛いかなって思うし、めっちゃ気に入ってる。私はちなみにカラーはカーキかな、トープカーキにしました。超嬉しい、ゲットできて、もう今か今かとね待ち望んでいたスニーカーなので、たくさんこれから履いていこうと思います。はい、ということで今回紹介したい購入品は以上でございます。結構ねたくさんあったかなと思うんですけど、まあ、またこういう海外のあんまり
にメジャーではないような、こう日本進出もしてないようなブランドってやっぱり人と被りにくかったりとかで、デザイン性も結構攻めた感じだったり、割と私は好みなものが多かったりするので、ね、よくインスタとかでなんか新しい可愛いブランドないかなと思ってチェックしたりとかするんですけど、結構こういう新しいブランドと巡り合うのって海外のインフルエンサー、それこそ自分が普段この人のファッション可愛いなとかで見てるインフルエンサーの方が着用してるお洋服のタグ付けとかで飛んでいったりとか、そういう感じで新しくどんどん発見することが多いので、割となんかこう事細かくっていうか、気になったお洋服だったりアイテムがあったらその方の投稿を見返したりとかして、いろんなブランドを探したりとか見つけたりとかしてます。たまになんかどういう風にブランド見つけてるんですかとか、どうやって買ってるんですかっていう感じで質問くださる方がいたりするんですけど、購入に関してはそのサイトに飛んで日本への発送があればそのサイトで買ってますね。あとはなんかそういうバイマとかで探してみたりとか、そのショップを取り扱ってる日本のセレクトショップがあったらそこで買ってみたりとか、でちゃんと届くんですかっていうお声もあったりするんですけど、今まで私が頼んで届かなかったっていうものはないかなと思います。まあ、ただやっぱり多少海外からの発送になるので、もちろん日数的には寛容にっていうか長くかかるのは見ておいて頼んだ方がいいかなとは思うんですけど、ここは届かなかったみたいなことはないので、まあ、今回紹介したブランドも気になった方いたらぜひチェックしてみてください。住所の入力とかももちろん英語表記でやったりとかするんですけど、それもなんかサイトとかで調べれば住所を英語変換みたいな感じでやったら出てきたりもするので、まあ、そういうところで変換してもらって入力すればちゃんと届くかなっていうふうに思います。今回紹介したアイテムたちは本当に直近でゲットしたものもあれば1ヶ月ぐらいかな前にゲットしたものもあったりするので、もうすでになくなっちゃってるものもあるかもしれないんですけど、でも本当にどれも可愛いブランドさんなのでぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。